まあ、こんな感じで、ね、はい、各卓に刀と、置いていただいてます。ボードゲームがあるっていうことは工作とか工具を使った何かだけではなく、ボードゲームで遊んだりとかそういう利用方法もできますので、うん、こちらのカゴがですね、エアガン関係ですね。エアガン関係、ピニオンギアリムーバー、ピニオンギアリムーバー、こんなの相関係ですね。これ思ったんですけど、見た時からこれって使っていいの、ここに置いてあるものに関しては使って OK です。ちなみにしてるんですね、うん、なので、あの塗料が飛び散ったりとか匂いがあまり出ない感じになってます。あ、ここは外せば、外した。そう、サイズ感こんな感じです。ちょっとギリギリ、ちょっとエイジギリギリ、エアブラシ、エアブラシ、なんか塗装する人は、うん、ショーンパカッター、ショーンパカッター、超音波、おお、これ切れるぞ。あ、すごいですね。どうだった、切れた。ちょっと語彙力帰ってこい、語彙力。あ、え、これ知らなかった、今の今まですで気づかなかった。で、ここで話の違う、まあ、この中に向かってこうやって作ったような感じですね。今日はですね、新横浜の e スペースウーパーさんに遊びに行こうと思います。ここ今新横浜の駅の檜原口側にすぐ横にあのファミリーマート、コンビニが見えると思うんですけど、そこのところの信号を渡ってこうずらーって坂のところを上がっていきますと、ちょっとカメラ地味で上がってきて、で、坂上がってくるとお地蔵さんが見えたら、そのまま上がらずにこっちのマンションに来ていただくと、ですウーバーさんです。今日は特別な撮影の許可いただきました。ありがとうございます。それなんですけど、はい、今日初めてですね。はい、料金の説明を、はい、簡単に。まず最初の1時間分といたしましてですね、入場費5000円いただくので600円いただいております。ちなみにこちらなんですけども、もともとですね、うち、サバクルゲビーと、ルーパジオカをやっておりまして、そちらの鑑賞か、それぞれ金、銀、どちらかのワッペンをお持ちの方、ご提示いただければですね、100円引きさせていただきます。で、それ以降のですね、ご利用なんですけども、1時間以降、違うものに500円のヘジュール金が発生いたします。こちら、後払いになっておりまして、お帰りの際にご精算いただく形になります。そしてですね、もう、初っ端から来て、最後まで使うよっていう方はですね、1日利用ということで、3000円で丸1日ご利用することも可能です。で、ですね、貸切利用も受け付けておりますので、ぜひそちら、よろしくお願いします。貸切もできるんですね。そうですね、もう丸1日貸し切っていただくって感じで、ね、一応平日のみと、させていただいておりますが、まあ、一応ちょっとご相談いただければそこら辺は対応させていただこうと思っております。ここからは工具弱々成人のズミに、まあ、実際弱いからユウがご案内します。はい、お願いします。まあ、上からこういろいろあるんですが、例えばハンダコ、まあハンダコ、普通のハンダコってなんですけど、ホットナイフってやつですね。はい、先っぽを交換して使います。うんうんうん、これは熱を持ったもの、ね、熱を持った刀っていう。うんうんうん、ステップリングをするための、うん、自作なんですね。これ自作、これは自作。はいはいはい。こういった、ね、はい、まあ、基本的なあと工具も色揃ってますよ。そうです、カスタムチとかリアスリとか、ね、うん、あとこちらのカゴがですね、エアガン関係ですね。エアガン関係、ピニオンギアリムーバー、ピニオンギアリムーバー、今度のあこのすごいこのあの向こうのあのガスブロックを外すための台座だったりとか、はいはいはい、へえ、専用工具的なものが、うん、よく見たらグリスもあるし、ね、そうそうそう。グリスご自由にお使いくださいが置いてある。あとこれがですね、実はすごく優れものでして、はい、これレイズさんのですね、ガチェット式ドライバー、はい、これがあればですね、スタンダード電動ガンから電動ハンドガンが大体バラせます。塗装関係ですよね。これ思ったんですけど、見た時からこれって使っていいの、ここに置いてあるものに関しては使って OK です。
ここにない色とかっていうのは必ずご自身でお持ちいただけるということで、ここにあるものに関しては使っていいよと。はい、結構あるですよね、結構ある、うん、各種シンナーが取り揃えてまして、うん、エナメルシンナー、ラッカーシンナー、アクリルシンナー、30年くらいこういうのね、まあありますよ。この変わってまさかの文房具とかね。もうなんかメモするとか、あとこの箱の中は切断系の工具とか、ノギスもある、ノギスもありますし、あとはピンバイスとかもございます。手動のドリルですね、だってピンバイスもこれ普通に個別で買おうとするとまあまあしますね、もちもちするから、ね、だったら数時間ね、お母さんが来れば、ね、あとはまあプラモとか用のこのニッパー、マイクロニッパーとか、あとはまあなかなか普通の人は見ない30度刃っていう。30度刃、ここに角度がきついんだ。あ、本当だ、本当だ。で、切れ味がですね、すごくいいんですよね。へー、これ店舗のウーパーさんに行ってプラモを買ってそのままこっち来て作れるじゃん。そうです、もうそれをむしろやっていただきたい。まあここも塗料が入ってたりとか、ガンダムマーカー、まあ後でちょっと出番、ガンダムマーカーこっちも塗料、塗料すげー塗料いっぱいあるね。なんだろう、こちらですね、シリコンの型を取るための外装のブロックですね。こんなのもない、うん、結構型取りとかは帯関係だとすることがあったりする。想像以上に充実した。そうそう、なのでね、これしかもただこれ入場料だけで無償、うん、無料でレンタル、うん、で使い、その時間中に使い放題、使いやすいというか、これ消耗品ですね。塗装とかされる方とこういう、ね、ね、キッチンペーパーとか、ウェスティカーリン使ってもらうとか、あとは手がちょっと汚れるの嫌なっていう方は、こちらの強力の手袋もご用意しておりますので。で、こちらがですね、塗装ブースになってます。はい。で、まあ、ここにキッチンがありまして、すごい、明るい。おお。ちょっと家匂いとか飛び散りとか気になるかと思うんですけども、もう来ていただければ、まあ、好きなだけぶっかけていただいて、後片付けも、あまり手間なく交流いただけたので、塗装するだけでもぜひ来ていただければと思います、はい、大きさ的にも、いや、あんまり詳しくないですけど、はい、大きさ的にも P90 のフレームは全然入っちゃうぐらい、フレーム丸々1個は入るかと思います。あこれ外せば、外した。そう、サイズ感こんな感じです。ここで使える、まさかのエアブラシ。エアブラシ。なんか塗装する人は、憧れ。なかなか自分で買うのはちょっと。いや、スプレーで何回もやったことあるけど、エアブラシはさすがに買ったことない。そう、まあちょっとやってみたいなっていうのに、ほら自分で買う前に、こういうところで使ってみて、あ、これはいいやと思ったら買えばいいし、なんなら、あ、ここでやれば片付けも楽だし、毎回ここで来ようの全然ありだと思う。これガンダムマーカーブラシを使えるエアブラシですね。知ってる人は知ってるので、まあ、ここにガンダムマーカーを挿して直接やると空気が出る。で、さらに見えていると、ボール板、ボール板ですね、ボール板、ボール板、穴開けるね。このゾーンはこれから充実していくはずなので、はい、今後に期待、まあ、こういったものもですね、もし見てもわかんねえよっていう方がいらっしゃいましたら、スタッフにお声かけいただきましたらご説明させていただきますので、はい、だからこんなことがしたいよとかっていうのを、逆にできるのかできないのか、うん、ここでやるにはこういう道具がありますよっていうのも、気軽にスタッフまでご連絡いただければきっとスタッフさんからまあまあほらきっと説明してね、あ、じゃあ、君はこういう道具があるから、こういうことができます。超音波カッター。超音波カッター。超音波。まあ、何ぞとれっていう方がほとんどだと思うんですけど、まあ、ものすごくよく切れるカッター、そういった形ですかね。もちろん、ここら辺を、このへこんでる部分もペンで。おお、これ切れるぞ。あ、すごいですね。これなら切れるのではあいつ。こんな感じ。どうだった？切れた。ちょっと語彙力帰ってこい、語彙力。いや、切れた。これって どういう切断に向いてるんですかね。樹脂の切断に向いてます。大きい。
に、弱いというか熱で変遷するタイプのキュリゲームなんです。ということで今日はホビースペースウーパーさんにお邪魔して説明動画を見ながら、ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、最後にこちらの設備ですね、インフラ関係、インフラ系、はい、まずそちら見えますでしょうか。先ほどですね、ちょっとあの話にも上がりました、レンタルブッカーですね、はい、こちら、1ヶ月単位で貸し出しておりまして、1枠3000円、1月3000円で貸し出しております。大体広さがこんな感じですね、はい、結構奥行きがあってですね、いろんなものが入ります。で、この中板とか外せるので、あの高さのあるものとかも全然入るかなと思います、はい、まあ、使用例としまして、まあ、こんな感じで、なるほど、綺麗に入ってくる。あとはこんな感じとかもしかないですけど、こんな感じでご利用いただけます。はい、車帰りとかですね、道具を持ってきたくないよっていう方にはぜひここに入れていただいて、ここで出していただいて、作業をして帰っていただくという形で、会社帰りにも、やりやすいようにさせていただこうかと思っております。今でも飲み物とか完璧じゃん。そういった飲み物とかですね、はい、冷やしていただくために冷蔵庫をお用意しております、はい、もう皆様いろいろ思い思いに使っていただいてるんですけども、はい、まあ、やっぱ作業には切る飲み物は必須だと思いますので、ぜひともこういったものを活用していただいてですね、はい、快適な作業をしていただければと思います。で、飲み物が飲めるということはもちろん飲食 OK、 OK です。なるほど。だからお菓子つまみになる。だからさっきも言ったように、こちら作業じゃなくてもできるんで、みんなでボードゲームして、ああそうだね、それも OK ですね。お菓子つまみながらボードゲーム、はい、ボードゲームとかをメインでやっていただくのも OK ですし、カードゲームの集まりとか、そういった感じでご利用いただくのも大歓迎ですので、はい、でもしですね、ちょっとそういったお客さん、他のお客さんにちょっと気遣いたくないよっていう時は貸し切りも先ほど言ったのでございますので、お気軽にご相談ください。おまさか、いや、そんなあって、ここは神奈川県ですよ、そんなまさかっていうよりはいいか。はい、はい、そうですね、飲食したらやっぱりね、人間ですから、まあ、トイレもね、ありますし、ちょっとその奥に水道もありますので、これは作業、絵の具でなんか絵を塗ったり、さら絵の具を洗えたりできるように。そうですね、当然、エアガンの作業が OK と、もちろんなっておりまして、はい、エアガン作業できても寝ないのって思われるかもしれないんですけども、まさか。あちらにですね、あ、これ知らなかった。今の今まですね、気づかなかった。書いてあるけど、フロートはできないんですが、もちろんね、暖測計があって、はい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 、だからエアガンの調整をして、はいはい、うん、自分でバラしてオーバーホールして調整して、ここで試し打ちが、まあ、その中に向かってこうやって打ってもらったんですね。で、弾速測りたいっていう時は一応こちらにはめていただいて、でこのまま手離した状態で弾速測ることもできます、はい、感じもかつてのフィールドのウッパーさんの、あ、雰囲気はね、感じ醸し出してね、まあまあやってる人たちでしょうね。そこはね、ほら奥にあの湘南ゴールドのね、あれもあるし、まんまウーパーさんなのじゃ、フィールドで大好評だった湘南ゴールドです。買います。はい、ではですね、今日は、ホビースペースウーパーさんの、紹介動画ということで、インスタのね、こちらも借りて、ご覧いただきました。どうですか、皆さん、あまり自宅で工作とかできない環境だと思います。超パカッとなかなかなんか自分の家でも工具持ってないし、それで気軽に使える場所っていうのがね、ありがたいな。いろいろなことをされてる方も相談にも乗ってくれるし、何をしたいんだよっていうのを多分言えば、こういう工具を使ってこうすればっていうご相談も乗ってくれると思いますんで、お気軽に、まあ、来てもらって場所もすごい駅から近い。そうそうそう、エアガンとかとか、ああいうなんかこう勉強会じゃないと、まあ、みんなで使ってくれるんですか。そうできたらなんか面白いかもしれない。そう、電動ハンドガンのこの場合なんかをこうみんなでやりましょうっていう会が企画をされてます。今後も多分要望があればあると思うんで、もちろん電ハンだけじゃなくて普通のエアガンだとか、ただできるみんなさ、エアガン系のやつって頑張って調べたりするけど、でもこう、なんだろうな、
みんなそれじゃん。だからね、みんなで集まって知恵をね、もう取り絞って、全員が思ってる最適解のところであれば治るでしょ。みたいなこともね、考えられる。そういう場所にこう活用していけるような、うん、本当、アクセスもいいんで、あのぜひ皆さん使ってみて。こういう機械出てほしいなっていうのがあれば、家はもしかしたら入るかもしれない。結構高いやつあったから。そうそうそう、あったから。はい。ということで、今日は、オリスペースルーパーさんの紹介動画でした。横浜、ルーパーは、野原です。野原です。野原です。から、5分ぐらいで出ます。動画もね、僕の方にまだ仕方ありますので、はい。はいはい、じゃあ、おしまいです。はい、じゃあまたね。ありがとうございました。バイバイ。